どうもカマです。BCG 実況やっていきましょう。さあ今回はあと残り2つですね。イプシロン、ステージ14、車種の通り道を、はい、どんな感じのステージかというと、おーおーおーおお、坂を登って通過せよって書いてあるよ。通過せよ、通過せよ、通過せよ。車種の通り、ああいるわいるわ、いたいた、車種。これだけ？これは何？これ撃ってくのこいつ？これはオブジェだよね。わかりました。やっていこう。これタイヤを下にこうやってやるとこれ進むんですかね。ゴー全く進まず。歯車、どうでしょう歯車。歯車が噛み合っちゃってるからか。じゃあこれをこう反対に向けると、あ、うまく回ってるけれども回るねその場でホイールつけるか、あの無動力ホイールですね。これどうですか。あー頑張ってなーとかかんとか進もうとしている気概は感じられる。やっぱキャタピラか、キャタピラを作るしかないのか。なんかちょっとだけね YouTube の動画見たんですよ。どれ使ってたっけな、ヒンジ、ヒンジ使ってた。あはははは、取れた取れた取れた、こんなもんか。おおじゃないねいけっぽい何かしら1号完成。ポイントはね、このやはりあの弓矢が飛んでくるんでね、矢がね、この背中の厚い装甲ですね、この屋根っぽくなってるところね。あとあの尻尾がねチャーミングポイントですね。ドリルです。さあこれでちょっと行ってみましょうか。行くぞー、レディーゴー。はい、あー、早速ボケた。ちょっと待ってゴー、よいしょ、そう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 。あー、ちょ待って、ストップ。はい、オッケー、いけ、よし、よーくない、ダメだ、登れない、重心、あー首もげた、残酷な現実。重心をもっと前に持ってこいってことかな。犬っぽい何か、ストレートネックバージョン。さあスマホの見すぎで首がピーンってなっちゃいましたね。よいしょ、さあどうだ。いやーダメだ。あ、いや頑張ってる、彼はよくやってるよ。くそー、弱点の腹を見せてしまった。これ背が高すぎるな犬っぽい何か、俺の理性が残っているうちにここから早く逃げろバージョン。首のすぐ後ろから尻尾が生えてるってあたりね、うん、デフォルメ化に成功しました。レディーゴー。あ、意外と大丈夫ですね、意外と。いや、いける、いける、ほらほら、さっきより登りやすいような気がしている。あ、いいじゃん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 、オッケー、1個到着。よいしょよいしょ、そう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 。あ、意外、危ない、意外といけて、危ない、狭い狭い、いや、いけてる、よし、落下、オッケー、いった。あ、しかも意外と無事、あ、尻尾が取れたでも意外と無事でした。やるなぁ、犬っぽい何か、よく頑張った。じゃあイプシロン最終ステージ行きましょう。お、ウィン・フィリスの居城だって。あ、これはすごいぞ。戦場の 60% を破壊せよ。だからこの砦もそうだし家もそうなんだね、壊せと。ちょっと一回この犬っぽい何かで行ってみましょうか。よっ、はい、ドーン。あー、顎引っかかった、顎、顎引っかかった顎引っかかってるオッケー、よしよしよし、はーい。あ、意外と頑張れる強い子だった。
ああ、顎吸ってる。でも問題はやっぱあれなんですよね。この城壁が辛いよな。城壁硬いからね。できました。すべてを無に返すルンバ1号。上のですね、このホイールがあるじゃないですか。これをぐるぐる回すと、ロープでつながっているね、この4つのトゲトゲがぐるぐる回って、ここにいるね、敵のナイトを一網打尽にします。そして前方の城壁に対しては、ここのですね、キャノンが火を吹くぜ。じゃあ、やってみましょうか。ゴー!行け!回れ!回れ!回んない!なんで回んないんだっけ?なんで回んないだっけだし、なんで敵はつっついてこねえんだっけ?見せ物じゃねえぞ、ほら!チレチレ!タイヤがでかすぎたかな、これな。うん。ちょっともうちょっと小さいタイヤにしましょうか。こう!はーい!あ、うん。もうちょっと長くするか?確か俺なんかこれ長くできるよね。ウィーン、反対?ウィーン。長くなってる。あ、短くなった。あ、これでいいじゃん。短いので。これ。あ、ほら。あ、いいね。ほら。あ、いいね。当たってるよね。まあ、引いた方が早そうな気もぶっちゃけしないでもないけども。で、ここから長くすればいいんじゃないの。ウィーン。ほら。おー、いいね。いいじゃん。めっちゃいいじゃん。ほら。超強くないこれ。デカプラを装備してるので、J を押すとね、これがね、ポーンって飛んで、だもう当たんね。撃ってみましょうか。キャノン砲。3、2、1、ゴーちょっぺーデカプラいらないな。デカプラなしにして、鉄製ブレードつけよう。これは強烈じゃないねえ。おい。あー、いきますよ。よーっあれ?なんで?ちょっと待って。逆に短くしようか。短くすると、よっ、お、すごっ!このまま長くしようか。お、いいか?お、いいんじゃない?これ。いいんじゃない?これ。すごい!これ、強力な兵器じゃない?これ。うわ、めっちゃ回ってる。違うんですよ。もっと近くに行って、ここをぶっ放したいんですよね。いきますよ。スリーツーは。ゴー!全然だね。ダメだ。やっぱり爆弾じゃなきゃダメだね、これ。できました。デスト競争。これはですね、爆弾を上に抱えた、1ブロック、T1 ブロックですけど、その前に羽つけてるんですよ。で、この羽を、回すことによって、直線まっすぐね、こう、前に突進していくんですよ。ガーって。で、突進して敵にぶつかって、ボムが爆発して、あとは焼け野原だけが残されるって寸法だ。で、ちゃんと、一列ずつね、突進するように、キー設定したので、はい。これは見物だぜ。やってやろうぜ。3、2、1、ゴー!あれ?なんで爆発した?あれ?なんか、隙間詰めすぎた感じ?こうやって一個ずつ外すと。あ、ダメだ。爆発するんだけど、これ。ちょっと待って、爆発するよ。ああ、なるほどね。こうやってバラバラになっちゃうんだ。こうやっちゃえばいいのか。これどう?こうやって。ほら、これじゃ倒れないでしょ。これで、ね、はーい、おーい、いたいいじゃん。あ、ちょっと待って、クリアしちゃった。さあ、イプシロン、制覇です。次は、トルブリンド、アラス港の領土。へえ、やったろうじゃないの。こっからかな?ステージ16?ん?違う?いいよね。ステージ16、公爵の嘆願。目標を倒せ、すべての騎士。
いくぞー、ファイヤーゴー、はい次よう、はい第3弾有無を言わせるな、はいはいはーい、あ、爆発しない、いや4弾いけ、4弾が誘爆、よしよし、さあ、あれ、あー、まずなんか1匹そこにいるな、はいよー、ダーン押してるだけですね最初にさ、この敵をですね追いやりましょう、こっち側にね、はいはい、そう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 、はいはいはい、あー、いいですねいいですねいいですよー、いけー、プープー、あー、いいねー、もう一気にいけあれまだ、え、どこに、あー、倒した倒した強すぎるデスト競争、何、南の祭壇、鳥の群れを 90% 倒せ、え、こいつでいけるかな、ゴー、ダメだ届かない、あれを倒すにはどうすればいいんだ、これ使ってみっか、センサー、前方の範囲を監視、物体を検知した時になんかスイッチをオンにできる感じ、ちょっとフレームスロワーですかね、さあいざ鳥の群れに突っ込んでいかん、ゴー、はーい、はい失礼します、どうですか、鳥いますよ、危ない、ちょっとやっぱ尻尾は重要だわ、さあフレームスロワーしてくれ、おお、いい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 よいいよ、いい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 いね、いいねいいね、待て待て待て、まだだね、まだ、あ、ちょちょ、な、なになに、すげえやってるけど、え、いないじゃん、なんでいないのにやってんの、え、もう切れちゃったんじゃない、これなくなっちゃったよね、なんか誤動作したんだけど、あとやっぱり高さがまだ足りないな、あ、でも高さあまり上げらんないのか、上の限界があるわ、じゃあ自動化やめましょう、自動化邪魔だからやめて、バキュームブロックで吸い込むかこれどんぐらい吸い込めるんだろうね、範囲とかあるのか、あ、パワーとかあるじゃん、あー、よしよし、いいぞいいぞ、ちょっとパワーをがっつりかけて、おら吸い込め、あ、勝手に死んでいくわちょっと待って、あ吸い込め、はい、あー、ちょっとたたたたた、吸い込むイコール吸い込まれるでもあるのか、前に突っかえをね置いときましょう、はい、あ、吸い込んだ吸い込んだ、あなにこれ面白い、あ、いいね、で、そうか、わかったわかったわかった、ステアリングヒンジをつけて、で、こうやって上を向くようにすればいいんじゃない、ほら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 、ここで上を向く、はい、バキューム噴射、どうだ、お、お、お、うん、あんまり効果出てないような気も正直しないでもないですけどね、水、水、水やってみようか、水で撃ち落とす的な、水鳥にしてやるよ、意味がわからない全く意に返さないな当たったけど全然意味ないね、クロスボウ発射間隔短くしてパワーも最大だ、だんだんムカついてきたわあいつらはい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 、全然当たってなくない、はい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 マジでこれ当たんないよね、前もの動画でも思ったけどさ、マジこれ当たんないんだよね、え、なくなっちゃったわ硫酸弾キャノン、スイーツーワンゴー、わかった、こうしましょう、こうやって、進んでいって、はい、ここで、ビヨーンって。勝手に当たっていくわ。ちょっとね、もっとこう自分の手でね、能動的に行きたかったけどね。はーい。偵察部隊。え？あ、来た！空中じゃん、偵察隊の気球を破壊せよだって。二つ。マジか。
ああこれはあいつの出番か。この謎ドローン、こいつでいきましょう。水力、よしよしよし、いいぞ。はいはい、そう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 、これ慎重に行かないとね、すぐやばいやばいから、やばいよやばいよ。あぶだ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 、あああ、ちょっと待って待って、違うのよ、切りもみ。頑張れ、そうだそうだそうだ、頑張れ頑張れ、そうでもない、ダメだこいつは、ダメだな、これダメだ。できました、その名もゴルゴ左遷。基本的にはこのプロペラで飛びます。飛ぶっていうか、まあ宙に浮かんでる状態ですね。で、このですね、ステアリングヒンジをですね、2つここにこう縦横を組み合わせて、その上にあるね、ボウガンで、いろんなあらゆる角度を狙えるようにしております。とりあえずこの正面にあるね、2つの偵察船を狙ってみようかなと思います。じゃあやってみましょうか。 GO! はいはいはい、あぶだ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 、ほっ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 、当たれ当たれ当たれ、当たんね、当たらない、当たらない、当たらない、ちょ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 、一回降りて降りて、そう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 、よし体当たりしたいいぞ、さあもう一回飛び立て、そうだそうだそうだ上がってるちゃんと、なんか遠ざかってるんだよね、このステアリングヒンジで角度を決めるのすごいな、難しいな、いいぞ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 、そう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 、これ当てたいな、当たんねえかな、ちょっと待って、あ危ない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 、あ、あ待って、違う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 、待って、せっかくたどり着いてもいい、ちょっと待って、頑張れ、あわかった、自分で自動で回るプロペラと手動で回すプロペラ2つ使おう、そうするといいでしょ、これね、基本は落ちていって、ほらほらほら、これがいいよ、これでいいよ、革命が起きた、革命です、あ、ちょっと待って、革命です、危ない、オーブン、ちょっと羽増やしてみたけど、これ表面積をね増やして当たりやすくしよう、あ、ちょっと安定した気もするな、オッケー、いいぞ、ちょっと安定したけども、障害物にも当てやすくなってるよね、きっとこれね、危ないよー、いけるか、あー通り過ぎる、いや、いける、いける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 、待って、あー、やった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 、もう一気やったよ、はい、今回も結構やったね、5ステージクリアしたかな、はい、次回もやっていきましょう。なんか先々見るとすげえ気になるものいっぱいあるね、何これ、飛んでるけど、あと何あの輪っか、すごいね、いろいろあって面白そうです。ということで、良ければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。